時間の堆積を象徴する石の形態を借り、河原全体をトレースする。河原にたどり着いた石は銅箔でかたどられることで、外側と内側の形態、これまで削られてきた部分やこれから削られていく部分の量や時間をも示し、それらを再構築して大きな形態へ戻しているとも言える。河原の石を銅箔でトレースしようという試みから始まって、で銅箔で石の型取りしています。で型取りした石を空間の中に配置していくという作品です。河原全体を、トレースしていくとい う、 こう一見こう無謀にも思える行為をすることで、なんかこの世界の在り方とかこの世界を認識する方法を、自分なりに見つけ出そうとしていて、作品を作ることがなんかリアリティにつながっていると思います。今回キューブをフェンス状の面で覆おうとしていて、でそうすると鑑賞者はそのキューブの内側に立つことも外側から作品を見ることもできるんですね。でそうすると、内と外の関係だとか表と裏とか、なんかそれを見れることが今回のキューブでと一番やりたいことです。銅箔自体はもう本当紙のように薄い素材で、これ自体は電気をよく通したり、一般的には電化製品の内側に機能しているような素材なんですよ。でその生活の裏側に機能しているものを外側に出して、こう目に触れるところに、使って形や、時間とかをこうトレースするような素材に使うというところが、面白いなと感じているところです。川自体がこの地球の表面をたどって、何かしら球体の塊の表面をたどってきた奇跡の石だと捉えていて、それ自体と僕がこう石の表面を銅箔で叩いてその表面を撫でている行為っていうのは何かこう重なる気がしていて、なんか大きいものを小さく見るとか小さいものを大きく見ていることでもあって、その石と向き合うことでなんかこの地球をなんか測り直すというか、なんかそういうことでもあるかなと思ってます。実際に美術館まで足を運んで作品を見ていただけることにとても感謝しています。僕の作品の内側に立つことも外側に立つこともできて、表と裏とか普段見えないような部分を認識するような作品の鑑賞体験になればと思います。